ははいみなさんこんこにちは村長スタジオです今日のテーマは「トラックリファレンス」ということですはいスタート最近はご自分ででもマスタリングをするようになってきましたそれはやはりアイゾトープのオゾンが出てきたからでしょうそのオゾンを使っているんですけれどもみなさんリファレンスということをやっていない人が多いですあーちゃあさはデバイス間でのマスタリングの調整というのは どどんどん難しくなってきています。一昔前はなかったスマホ視聴のマスタリングというのが課題になってきます普通のヘッドホンで聞いたりオーディオシステムで聞いたりするのと違ってスマホというのは高音はよく出るけれども低音が出にくいいわゆるスピーカーが小さいからですですからマスタリングする時に スマホのようなデバイスのことも考慮する必要が出てきましたどれぐらいにしたらいいだろうということが次に疑問として湧いてきますよねそんな時のやり方を今日は解説したいと思いますワクワクまずは自分がスマホなどで聞いて「このベースの音が好きだな」とか思うような楽曲があったとしますそうしましたらそれをどうにかして手に入れてください もちろん CD を持っているというのならそれもいいでしょうそして YouTube のネタというのであれば YouTube のダウンローダーというのが最近はいろいろ出ていますのでそれらをうまく活用することです僕の場合はリアルプレイヤーのダウンローダーを使っていますこれなら皆さんも無料で使えますよインストールしてあると Chrome ブラウザの上にこのようなアイコンが出ています そこで選択をしましまて、この動画をダウンロードこのようにすればダウンロードが開始されますここでヒントですが少しの予算に余裕のある方は3000円ほどでエクスプレスを購入するとダウンロードが高速になります約12分の YouTube ですがこんなに早くダウンロードができます はい、もう完了しましまたね。えそうしましたらこれをクリックするとライブラリーとして表示されますライブラリーの画面が出たらライブラリーのタブを押してくださいダウンロードしたものが表示されますそれを右クリックするとファイルの場所というのがありますそうしましたらこのように ダウンロードができているということになりますここまでが準備作業ですこれからはオゾンの話に移っていきたいと思いますはいそれでは DAW の方に移ってきましたのでダウンローダーで落とした YouTube をまず w a b か MP3 に切り替える必要がありますそういう時は多分ほとんどの DAW で変換ができると思いますが もしできない場合はその他の方法で何せ w a b ファイルに切り替えてくださいちょっとやってみますスタジオワンの方ではこのように MP4 をドラッグするだけでオーディオを取り出しすることができますーオーディオ抽出というのが下の方のボタンにありますのでここから抽出をしますオーディオを新規トラックへ抽出しますかそのように出ますので「はい」を押します でははプレイヤー画面は消しておきます。今トラックの2番目に今回リファレンスしようと思ってる音ネタがありますがそれは一旦ミュートにしますそしてこの音楽の欲しいところだけ使いますここでカットしますそしてこれは削除しますねまああとどこまでいるかわかりませんが一応残しておきましょう 先頭に詰めます。そしてこの範囲を書き出ししますがマーカーをつけておきましょうスタジオワンの場合はリージョンを選択しまして Alt、Y を押すとこのように長さ分のスタートとエンドのマーカーを配置してくれますそしてこのトラックをミックスダウンします リファレンスとでも名前をつけておきましょうソングスターとエンドマーカーこれをチェックしておいて WAV 形式で書き出しをしますはいこのように書き出しができましたオゾンを起動しますオゾンはマスターのところに入れておきましょうオゾンは最初、このような画面になっていると思いますこの右下の方に リファレンスというのがありますのでこれを選択しますそうすると画面はこのように変わりますここでアットリファレンスというのを押しますするとファイルを選択できますソングの中のこの最新のところにミックスダウンが入っていますので先ほどミックスダウンをした音ネタを このようにして開きます。そうしましたらこのように波形が読み込まれましたこのようにできましたら先ほどのこのトラックはもう不必要ですが一応ミュートにしておきますそしてこれからチェックしたい方をソロにしますではいよいよリファレンスに入っていきますこのようにリファレンスは曲全体がここに表示されていますけれども どの部分を対象にするかというのが読み込んだ時に人工知能が勝手に曲のセクションを分類してくれるような機能もありますので初めからここに縦の線が入っている場合がありますでもそれがない場合はここからというところで右クリックをしますそして「インサートループ」というのを押しますとこのようになります後ろのポイントで もう一度インサーートループをすると、このようにループが設定されますここで名前を変更もできます BBB とこのように名前をつけておきましょうそうするとスイッチングがすぐにできるようになります本当にこの部分でいいのかというのを。 主張してみることができます主張するときはこの先ほどやりましたリファレンスボタンの前に丸の中に縦てのようなボタンがありますそれをクリックするとガイドになる方の音を聞くことができますちょっと再生してみましょうこの間をループします はい、そしてこの下に再生カーソルが小さいですが青いのがありますよねこれが今再生しているところになりますそして聞きながらこのループポイントをこのように移動することもできますこうしてどのあたりをガイドにしたいかというのを選択すればいいわけです自分の方を聞くときはこれを切っておきますじゃあこれで先頭に戻しまして はいガイドとす。 はい上の波形をしっかり見ていてください今回の場合はお友達がとってもうまくマスタリングをしていますのでほとんど波形に差がないです自分の方の波形は薄く塗られた濃い方の波形ですそしてガイドになる方は線だけのちょっと薄めのラインですもう一度聞いてみてください <music> はい、もちろん今回のガイドはとってもハードなロックですので今自分が試している曲よりはペースがしっかり出ていますちょっと低域のところを見てください低域が自分の曲よりもガイドになる曲の方が上になっていますよねそういう時は イコライザーで調整しますちょっと仮に直しておきます便利ですねもちろん聞きながらすることもできます <music> でしょうか。ほとんど合いましたよね他の帯域はほとんどガイドと同じような EQ カーブになっています。ただしちょっと右の方を見ててください。ガイドの方が高音がガタンと削られています。<music> これはどうしてかというと YouTube から ダウンロードしたからです<ー> YouTube の音源は多分 AAC もしくは MP3 になっているはずですですから高音がこのように削られてしまっているということになりますがここが MP3 と WAV との大きな違いですただし人間の聴覚にはさほど影響がないそういう帯域が YouTube の場合は 削られているということになりますあちゃもう一度 AB を比較しながら今あえてガイドのボリュームを下げ気味にしてありますこれを一応ゼロに戻していきます急に大きな音にならないようにちょっと考慮して3ベルほど下げておいたわけです元に戻してもう一度聞いてみましょう はい、いかってたただけましたでしょうかすごいやろ今日は僕の YouTube にコメントをいただいた人がいましてその人にもわかるように解説をしましたどのぐらいにしておけばスマホでちょうどいいかこれはなかなか答えがありません僕でも皆さんにこうしておけばいいというようなガイドラインを解説することはできませんのでメジャーな曲もしくは自分が好きな曲。 これらをリファレンス局としてこのように使えるような機能になっているのです了解画面にありますようにオゾンのトラックリファレンスの機能は悲しいかなエレメンツには搭載されていませんえー、トラックリファレンスはスタンダードとアドバンスのみになっていますのでその辺はお気をつけくださいオゾンスタンダード以上を持っている方も多いと思いますがトラックリファレンスを うまく使っている方はとっても少なかったんではないでしょうか <laughs> なかなか YouTube 動画にもそんなにも出てこないネタですので今後はうまく使ってくださいこのリファレンスにできる曲は10曲までということになっています了<解>それをどんどん切り替えながらマスタリングもできますので自分が作りたいような曲をいくつかロードしておいてそれを切り替えながら リファレンスするのもいいいと思います。もちろん目でリファレンスすることもいいのですがやはりちゃんと耳で AB を聞き分けながら調整していくことをお勧めします僕の方では実際はもう少し細かいところを見たいために ADPTR さんのメトリック AB というのを使ったりしています周波数だけでなくいろんなリファレンスができます やはりリファレンス専用のソフトだけあって波形などもとっても見やすいですよねそして今オレンジで B になっていますこれを A 自分の曲の方に戻したりこのようにしながら見ることができるわけですそしてラウドネスを見たりとかその他ステレオの広がりを見たりとかそういうことができます やはりこのように専用ソフトはとても便利になってますよねまたこのメトリック AB については別の機会にお話ししたいと思いますご視聴ありがとうございました尊重スタジオでしたありがとうごきげんよう。